浦和駅、西口南高砂地区第一所市街地、再開発事業は、埼玉県埼玉市浦和区の浦和駅、西口駅前の再開発事業。江戸時代に中山道の浦和軸が置かれていた浦和は、1871年に埼玉県庁が置かれて、以来、都市施設や交通網の整備が行われてきた。しかし高度経済成長期に入ると、 東京のベッドタウンとして人口が急増し、浦和駅周辺では整備が遅れ、交通渋滞や環境悪化が都市機能の低下をもたらすようになった。狭い駅前に毎日1900台のバスが発着する上、1日の利用客が10万人を超すにもかかわらず、道路には歩道もなかった。九百六十年代には都市整備の必要性が指摘されていたが、駅前は 密集地で、権利者が多く、広い用地を確保するには、商売を営む住民の大規模な移転が伴うため、実現は困難だった。そこで、広い地区を一体的に開発するため、旧浦和市では、埼玉県で初めてとなる再開発事業を行うことになった。まず1967年から1987年にかけて、駅前の開発事業が行われた。 1994年からは、駅東口。1997年からは、西口南第三地区。2000年からは、西口南第四地区の再開発が行われた。2001年に、浦和市、大宮市、与野市が合併し、埼玉市が発足した。新たな埼玉市では、総合的な都市開発を行うための基本計画を定め、2013年度までに、 これを完了した。そこで、2014年度から2020年度までの7年間を、後期基本計画期間とし、そのうち2014年度から2017年度を、計画を定める期間、2018年度から2020年度を実施する期間と見込んでいる。この後期基本計画の下で、県庁通りと呼ばれる、浦和西口停車乗船。 田島大木線などの道路整備や駅地下通路の整備が進められている。浦和駅、西口南高砂地区の再開発もその一つで、回遊性の高い駅前広場の整備、交通の立体交差化などを目的として、27階建ての複合ビルの建設を中心として、約1.8ヘクタールのエリアの再開発を計画している。予定地南側の田島大巻線浦和駅西口の 駅前広場に面する地区面積18,010平方メートルの再開発計画。駅前のランドマークとして27階建ての超高層タワーと駅前広場の拡張を計画している。5階までは商業施設、オフィス、埼玉市民会館浦和などの入居予定、完成予定は2022年。総事業費は442億4,242万円。 この再開発で新たに、駅前広場4300平方メートルが加えられ、西口の駅前広場が拡張される予定である。新たに自家用車用のロータリーが南側に設置される。同時に、南側の田島大木線の整備も行われる。かつて予定地内には、丸い浦和店があったが、1985年に閉店し、その後建物は桜や浦和店となった。だが、 再開発に伴い2008年に閉店となった後に解体され駐車場となった。予定違いを斜めに抜ける道は朝日通りで浦和駅開業前の江戸時代には東口の東中町商店街の道と一本で結ばれていた。公益社団法人埼玉観光国際協会、埼玉市の歴史2016年6月9日閲覧。 AB 埼玉市浦和駅周辺のまちづくり2016年6月9日、閲覧。AB 埼玉県埼玉県の区画整理と、再開発浦和駅周辺の再開発事業2016年6月9日、閲覧。埼玉市都市戦略本部都市経営戦略部2014年2月27日付、埼玉市総合振興計画時期実施計画、パブリックコメントの実施について、 埼玉市総合振興計画時期実施計画平成26年2月 P2 から32016年6月9日閲覧埼玉市総合振興計画時期実施計画平成26年2月 P77 ありがとうございます。